財務大臣はセクシャルハラスメントが時間によって行われたという認定そのものをなさっていないのではないかと、まあ、そういうふうに、感じられる、まあ、理解されるということがありまして、遺憾に思っているというところです。役所に対しての迷惑とか品位を傷つけたから処分したという発言はマジで意味不明です。今問題になっているのはセクハラ行為なのですが、それはどこに行っちゃったのでしょうか。役所の迷惑とか品位の前に被害者を傷つけていますよ。 Time is up。 我慢するのはもう限界。こんな理不尽なことはみんなですぐに終わらせましょう。セクハラ罪という罪はない、殺人とは違うっていうことを言ったというニュースを聞いたときに本当に悲しかったです。私たちが向き合い戦わなくてはならないのは、そういうセクハラを軽視するようなそういう認識です。麻生財務大臣の顔をもう二度と見たくありません。早くやめてください。今回の事件は報道職の女性に対するセクハラでした。権力からあって何をやってもいいと勘違いしている人たちの相手に、仕事の使命で一生懸命仕事をしている、そういう女性の記者たちがたくさん目をつぶってきたということを私は聞いています。日本にあるさまざまな問題、これは女性の記者の視点が必ず必要だと思います。ですから私たちは今回声を上げてくださった女性の記者たちと With You のこの運動に参加したいと思います。Me too! Me too! Me too!With you! 麻生大臣は反省してください。